もしもし。ちょっと待ってください、ゆめさん。あれ、あ、ちょっと、はい、あれ、おはようございます。あれ、寝起きですか？はい、今来ました。おはようございます。え、もしかしてですけど、星川のピロンピロンっていうディスコの音で起きました？そうです。もう誰かわかんないぐらい声ガサガサなんですけど。ごめん。ねえ、なんで？夢を追い続けて。誰？ちょっと整えてる今、はい。おはようございます。びっくりした。ゆめおさん、なんで星川の新衣装配信準備してくれないんですか？なんで見に来てくれなかったんですか？なんで？ちょっと待って、配信中今、うん、配信中配信してる、配信なんてしてるわけないじゃないですか。もうそんな絶対してるよね。ねえ、見てよ、新衣装、パパ。ちょっと待って、そこ、パパ。ちょっと待って、今脳が死んでる、ちょっと待って、オリジナル曲？オリジナル曲作ってる今。バーチャルシンガーソングライターしてるよ、そして。見てよ、新衣装ね、新衣装見て。見ます。いや、見ますじゃねえんだよな。見ました、ねえ。待って、パソコンさん、ねえ、スマホでいいじゃん。分かった、ちょっと待って。えーっと、はあ、びっくりした。音質がスマホなんだよな。早く。してない。見てびっくりして吐血してるわけじゃない。あ、これだ。かわいいね。かわいい。ねえ、かわいい。いや、待って。何？ここで、待って、ここで素直にかわいいって言ったら炎上しないかと思ったら、今すごい考えてるんだけど。別にこれは可愛らしいものに対して可愛いっていうこと自体は別にこう到底許されるべき行為ではあるんじゃないか。可愛いでしょうよ。いや、めっちゃかわいそう。めっちゃかわいそう。まあ炎上させちゃおう、みんな。